こんにちは、まおチャンネルです。秋口になるとこうやって用水路が干上がってしまうんですよね。稲刈りが終わったぐらいですね。この水たまりにどうやら魚がたくさんいるんですよね。道からこうやって覗いてみたら魚がいっぱいここに溜まってるんですよね。もう逃げ場がなくてここに固まっちゃってる感じなんで、今日はですねここのお魚ちゃんたちをちゃんと生きたまま捕獲して川の方に逃がしてあげようかなと思います。でその時にどんな魚がいるのかをですね観察しながら楽しみながらやってみようと思います。一応作戦としてはですね、用水路の幅に塩ビ管をこの字に作ってあげて、でそれにネットを巻いてですね、でもう向こうの壁まで木にですねガサガサして捕獲しようという考えですね。ちょっと水中映像を、塩ビ管をホームセンターに買いって、もう現地でこの用水路の幅に合わせて曲げていこうと思います。ちょっとね、お腹空いたから、とりあえずご飯食べよう。何やこれ、もう。ご飯タイム。しゃあ、今日はね、これ。なんでしょうね。あー、たまんね。とにかくもう誰にも負けないぐらいのうどん好きなんですよね。自分が日本で一番好きなうどん屋のうどんを今日は食べます。っていうのはね、ミリオンパワーじゃないね、サウザンパワー、千に力と書いて千力っていうお店が近くにあるんですよね。でそのうどん屋のうどんがまたですね、かつお節とかああいうさぬき系のうどんじゃなくて博多のうどんが食べれるんですよね。こちらです。じゃじゃーん。ごぼう天うどん450円でーす。麺を見てもらいましょうかね。麺を見ればわかる。この美味しそうな麺。ほろほろほろ見てみて。トゥルットゥルで博多のこのホヤンホヤンの中に芯があるうどん。もうこれがね、大好きなんですよね。ということで、昼ご飯いただきまーす。うわ、うまい。あー、かつお節を使ってないんですよね。うるめ節を使われてます。もうね、何杯食べたかな。多分ここのうどん4000杯ぐらい食ってるかもしれない。創業41年。違う、42年だ。2品目、アップ！これね、もううるめ節のもうしっかり出汁の取れたカツ丼。ミニうどんがお店で食べるのはついてきます。もうここのカツ丼もね、もう絶品。なんだろうね、うどん屋とかの細かなことを言うと、揚げ物に関しても、あんまり新しい油だとダメなんですよね。なんかこう、油の味のする揚げ玉とか、このカツ丼とかですね。それの要素があって、もう完璧なうどんみたいな。美味しい。やっぱ改めて美味しいね。うまいよ、これ。まあ、自分が食べたうどんランキングの中ではもうダントツここが1位なんで。ツルツルシコシコが好きな、さぬき麺が好きな方は、ちょっとここはわかんないんですけど、博多のほやほやのうどんが好きな人は、ぜひ行かれてみてください。で、このカツ丼を何口か食べた後にありました。はいはい。いや、忘れてないよ。ちゃんと持ってきた。このね、やっぱ、ウルメ節とかサブ節使うと、スープコクッと飲んだ後に、美味しいって思った後はもう、スカッとキレのあるスープですね。うわ、今日一段とうまいよ、これ。この博多の、ツルッツル、ぽやっぽやな感じ。この大将さんの考え方は、ツルッツルのシコシコっていうのは結構誰でも作れる。このほやほやで中が芯のある博多うどんですね。これを作るのは結構難しいって言ってますね。その日のこう、棒めちとか気温とか。いやー、けどうまいね。熊本に住んでると、このほやほやうどんを、なんか理解してもらえないんですよね。なんかみんなやっぱりツルッツルシコシコが好き。あ、つゆ抜き忘れた。ホームセンターからこのカラスネット買ってきました。で値段結構して2400円ぐらいしました。あとはこれ結束バンド PVC の塩ビ管です。この用水路の幅にパイプをこの字で作って、でそれに網を巻いていきます。
よし、オッケー。うわ、これ完璧だぜ。あ、もうこれ取れたな。スーパーガサガサ結束バンド。梅雨抜き忘れた。さあ取れるかな。スーパーガサガサスタート。あ、ちょっとちっちゃかったな。少し。まあ、いっかまあ、いっか。もうすでに入ってきてるね。ちょっと待ってよ。これ一撃でぶわっといった方がいいのかな。よっしゃ、一回上げてみるよ。よっ、はい、よいしょ。おお、いっぱい入った。すげえ、めっちゃ入った。おお、すげえ。うわ、はい、はいっぽいね。よっしゃ、もう一発いこう。死体2段。おお、あ、今度はだいぶ取れたよ。うわ、すげえ。うわ、入ってる入ってる。もう一回、第3弾。すげえ。あ、逃げちゃう。さあ、どのくらい取れたかな。めっちゃ綺麗。酸欠にならないうちに川に持っていかないといけないな、これ。よし、とりあえずちょっと川に持っていこう。よし、よし、よっしゃ、よっしゃ。とりあえず川に、よし、よし、行くぜ。用水路の流れ込む始まりのところの川に今移動して、死なないうちにまた放流してあげよう。ほとんどがウグイとハエでしたね。その2種類しか入ってなかった。よっしゃ、着きました。よっこいしょ、うん、よし、じゃあ離してあげよう。さっきの用水路はここから流れ込んでるんですよね。で、こっちが川側。よっしゃ、よし、よし。あなたたち命拾いしたんだからありがとう言ってごらん。ありがとうございます。これからも頑張って生きていきます。頑張ってくれたまえ。よし、じゃあさよなら。よし、じゃあリリース。おー、ほほ、リリース。おー、はーい、頑張れよ。おお、あ、まだ一匹おった。よし、なんかありがとうも一言も言わないでいったね。よしよし、ミッションクリアだ。うわ、ここも魚めちゃめちゃいる。ほら、すごいね、ここ。さあ帰って編集しよう。なんやこれ、まあ田舎の自動販売機って感じね、これ。お、黒コーラあるじゃん。よし、ご褒美にね、コーラを。よし、ゼロシュガー、うん。あ、危ない危ない。それじゃあ小魚たちが
川に帰って行ってくれたご褒美乾杯コーラいただきます。タックル、ケタックル。はい、ということでですね、今日は自分の家の近くのですね、用水路にもう窮屈でたまらなかった小魚くんたちをですね、大きな川にレスキューしてあげました。で、今日の魚はですね、特定外来種は入ってません。ということでね、今日はもう2種類だけだったです。ウグイとハエ。田舎遊びも楽しいですね。しゃあ。じゃあもう今日はね、ちょっと編集があるんで、すぐ片付けして帰りたいと思います。ということで、今回もマボチャンネルご視聴ありがとうございました。